ローワン、ダグラス・ウィリアムズ・オイスターマウスのウィリアムズ男爵。ローワン、ダグラス・ウィリアムズ氏は、イギリスのイングランド国教会聖職者、政治家、神学者、詩人、大学教師。2002年から2012年にかけて、カンタベリー大主教を務めた。アウグスティノスから数えて104代目のカンタベリー大主教である。退任後の2013年に一大貴族。 オイスターマウスのウィリアムズ男爵に除された。カンタベリー大主教として、退任後は一大貴族として、貴族院に議席を保有する。ローアン・ウィリアムズは、ウェールズのスウォンジーに生まれた。同地で教育を受けた後、ケンブリッジ大学のクライスト・カレッジ、その後オックスフォード大学のクライスト・チャーチと双方で、大学教育を受け、同大のオドム・カレッジで博士号を取得した。 また、両大学で進学を教えた経験を持つ。1991年、ウィリアムズは、モンマス主教に選ばれ、1999年には、ウェールズ大主教に任命された。2002年、ウィリアムズが、イングランド国教会のカンタベリー大主教座を、ジョージ・ケアリーから引き継ぐことが発表された。それは、成功会のリーダーになることを意味していたが、彼は、 イングランド国教会には属してはおらず、ウェールズ聖公会のメンバーであった。ウィリアムズは2003年2月27日にカンタベリー大主教に着座した。ウィリアムズのカンタベリー大主教座への選定は波紋を呼んだ。多くの意見は彼の学識を褒めたたえるものであり、彼の学識をもってすれば、教養ある人々にキリスト教が信ずるに足る宗教であることを示すことが、 できるのではないかと期待した。他方、福音派の成功会員の中では、彼の女性聖職者と同性愛者に対する意見に、戸惑いが見られた。ロンドンのセントヘレン教会の牧師は、ウィリアムズの同性愛者の聖職者承認、また彼の大主教就任に対して抗議し、国教会からの給与を受け取らなかった。また、牧師罪、救世などの重要な教義における、 ウィリアムズの見解を異端視する者もいた。2008年5月23日、ゴードン・ブラウニエ首相とダライ・ラマ14世が会談した際、カンタベリー大主教皇帝が会談の場として提供され、ローアン・ウィリアムズ大主教も一部同席した。2009年11月29日に、ウィリアムズとローマ教皇ベネディクト16世はバチカンで急遽会談した。これは、 カトリック教会が同年10月20日に同性愛者の暗心及び結婚祝福、女性聖職に対して不快感を持つ人を受け入れる首都憲章を交付すると発表したことにウィリアムズ大主教が即座に反応したものであった。大主教側と教皇側の双方がこの会談を友好的でありエキュメニズムの前進の確認であるとしたが共同声明は行われなかった。 ブルーのバルトローニによれば、エキュメニズムが失敗したことを双方が認め、カトリック教会は、女性司教、被災の問題において妥協しないことが明らかになったとされる。イングランド国教会の所属教会のうち、450の教会が国教会を離脱して、カトリック教会に移ることを検討中であると伝えられており、ウィリアムズは、こうした問題に対して、 厄介なことになったと感じている胸をとろした。2012年12月末に大主教を退任した。2013年1月に公認のジャスティン・ウェルビーが着座した。2013年1月15日に一代貴族、オイスターマウスのウィリアムズ男爵に除され、この爵位に基づいて改めて貴族院議員として紹介された。現在、貴族院内においては中立派である。 ありがとうございます。